ボージ受県は、フランス北東部、グランテスト地域圏の県。名称は、県面積の大部分を占めるボージ受山脈に由来する。1790年より、以前の州で色分けされたボージ受県の図、ロレーヌ広告バル広領三四協領シャンパーニュ、ザルムザルム高領フランシュコンテ百年戦争時のジャンヌ・ダルクは、この地域の小さなコミューンである、ドンレミラピュセルの出身である。 かつてのロレーヌ州の南部、いくつかのシャンパーニュのコミューン、フランシュコンテのコミューンを合わせて、1790年3月4日に傍受権として新設された。新生ローマ帝国に属するザルムザルム公領が、ロレーのうちに飛び地となって残っていた。1792年には、フランス革命軍がザルムザルム公領を包囲したため、食料の供給が断たれた。 1793年3月2日の国民公会によって公領の併合が批准された。1795年、アルザスに属していたシールメック一帯がバイコールラン県ンからボージ受県に移った。1871年、不仏戦争後のフランクフルト講和条約によってボージ受県の18のコミューン、シールメックを合うとサールを合うの半分がドイツ帝国に併合された。 1919年のベルサイユ条約により、奪われた領土はフランスに返還されたが、バイコールラン県に属することになった。ビューサン峠防受県は、ムーズ県、ムルトイコールエイコールモゼル県、バイコールラン県、オーラン県、テリトワールドベルフォール県、オートイコールソーヌ県、オートイコールマルヌ県と接している。県は4つの河川の流域にまたがっている。ライン側、 モーゼル川、ボロニュ川、ムルト川である。県域は、ボージュ山脈の一部である。県西部は、丘陵地で森林に覆われている。東部は、河口岩室や砂岩室がちで、標高が高くなり、針葉樹林で覆われている。県の植林率は47%で、ギュイアンヌ、フランセーズ、ランド県、バール県に次いで、国内第4位である。以下に、 人口5000人以上のコミューンの人口の変遷を記す。エパノル。サイトウェブテンプレートでは、アクセスデート、イコール引数が必須です。ンフシャと。サイトウェブテンプレートでは、アクセスデート、イコール引数が必須です。せいと代で押し。サイトウェブテンプレートでは、アクセスデート、イコール引数が必須です。ラオネルエタップサイトウェブテンプレートでは、 アクセスデートイコール引数が必須です。ジェロドマー。サイトウェブテンプレートでは、アクセスデートイコール引数が必須です。マイアコート。サイトウェブテンプレートでは、アクセスデートイコール引数が必須です。グルブ。サイトウェブテンプレートでは、アクセスデートイコール引数が必須です。ランバーバラース。サイトウェブテンプレートでは、 アクセスデートイコール引数が必須です。リマイアモント。サイトウェブテンプレートでは、アクセスデートイコール引数が必須です。ビッテル。サイトウェブテンプレートでは、アクセスデートイコール引数が必須です。テインレオシ。サイトウェブテンプレートでは、アクセスデートイコール引数が必須です。ありがとうございます。